藤森さん、リハの時に照れてませんでした？あら？いや、まあまあちょっと緊張してたっていうのもあるけど、あの本番はちょっとノリノリでいきません？ノリノリで。これあの番組史上始まって初のことなんですけど、乃木坂側から注文がいくっていう。そうですね、俺いくつほど年下の子にアドバイスされてんの。それではノリノリで歌っていただきましょう。2人の歌声はもちろん表情にも注目してご覧ください。カラオケって感じで。あの、いや違う、褒めてるようでディスっちゃったんですよ。でもすごい上手かったです。本当、はい、ありがとうございます。めちゃめちゃいい歌声でした、はい、最初に藤森さんと一緒に歌うって聞いた時に、あの勝手になんですけど藤森さんのことすごい好きで、あの嬉しかったです。あれ始まって以来柴田言う直しで来たんですけど、あれ俺も今カミングアウトでも、なんかちょっと前に夢に俺がなんか出てきたって。あれなんで、ね、ゆなちゃんファンが僕にあの DM で伝えてきた。藤森マジお前ふざけんじゃねえ。